この世界は男の世界ですよ。結局男の世界に合わせられる女の人じゃないと平等には結局ならないもんね。女の感性のままで勝負しようと思ったら多分無理だよ。だってあんな政治家も今いっぱいね、大臣とかで登用されたけど、なんかみんなあれスカート履いてるだけで中身男じゃん。じゃあ今のこの状態で本当に平等にするためにはどうしたらいいんだって言ったら、今までは男の人の基準に女の人を合わせることが平等だったじゃん。本当に女の人が男になろうって無理をせずに男と同じ権利が与えられる世の中にならないと本当の平等。